キーーストのワールドシリーズに臨むドジャースの大谷翔平選手メジャーリーグの公式サイトではワールドシリーズの一つの話題として大谷選手の愛犬デコピンを特集しましたタイトルはデコイ大谷のここまでの最高の瞬間愛犬との出来事を振り返ろうとここまでのデコピンとの歩みを掲載しましたデコピンがお披露目されてから約1年 大谷選手が MVP を獲得したときにソファで隣に座っていたのが話題となり、名前が発表されたのはドジャースの入団会見の時。大谷翔平選手、2023年12月。デコピンというんですけど、元の名前がデコイというので、こちらの人に説明するときは呼びやすいデコイというふうに紹介しています。さらには、始球式に登場。デコピンは目の前のボールを加え、 キャッチャー、大谷選手に一直線。大成功で始球式を終えると、この日の大谷選手は先頭打者ホームランを放ちデコピンポーズ。愛犬との記念すべき日に記録にも記憶にも残る大きな一発となりました。そして、デコピンのイラストをあしらったオリジナルスパイクを使用してメジャー史上初のホームラン50本、投塁50個の50から50を達成。悲願の地区優勝を決め、 シャンパンファイト後のグラウンドでは、支えてくれた家族がお出迎え、なんとも愛くるしい様子を見せた大谷選手とデコピン。メジャーリーグの公式サイトでは、ワールドシリーズであと4勝すれば可能かもしれない、と大谷選手とデコピンの共演を熱望しました。